次はストレージか。AK47 使ってストレージやります。まあ、ちょっとずつね、感覚が分かってきたんでね。今回こそ、ベストキルを取りたい。まあ、やっぱね、覗かないで撃つんだったら連射したらダメだね。全然当たんないんでね。連射、バーストとかするときは、エイムしてから、エイムとか覗いて撃つみたいな。まあ、ちょっとね、サイト、高額サイトが載ってないのがね、まあ、乗らないんだよね、これは。乗らねえから、エイムするのがしんどいけど。まあ、ここ平面なね、ステージなんで結構、あれ マジか。全然当たんねえや。なんだろう、今頭に合ってなかった。なんかちょっとずれてんのかな？ずれてんのかな？さあ、上から音が聞こえるぞ。頭狙って、はい、全然当たらない。よし、これはちょっとしんどいな。いた。お、全然当たんねえ、全然当たんねえ。しかも同値か。あー、なるほどね。なんかまあまだまだだな。ダメだな。いた。よし、眩しい。フラッシュを食らって、この距離は覗く。お、なんだ。よっしゃ、出た出た。ああ、動きながらはダメかな。止まって撃つじゃかな、これは。結構ブレるんだよね。奥、いない。さてさて、ここから乗って頭一つを狙っていくが当たらない。いや、これ、このアイアンサイト、くー、難しいな。ちょっと難しいな。うわ、見えてる。頭を狙って。あ、これ、覗かないとダメ。お、当たんねえし。当たってないのか、これ。なかなか思うようなところに弾が飛んでいってくれないが。攻めよう。距離を詰めていく。いた。お、ああ、左下か。アイアンサイト見づらいな。ちょっと見づらいっすね。来た。ああ、これでダメか。どういう球の強度を取ってんだ。上乗って。おお、びっくりした。びっくりヘッドショット。これ負けちゃう。他の武器使ってたら絶対負けない自信あるんだけど、今。あ、めっちゃ入られてるっしょ。まあ、近接、奥まで行っちゃおうかな。味方がなんとかしてくれる。おお、びっくりした。あ、バレたか。よし、大丈夫。まだバレてない。おー、なんだこれ、ボーナスステージか。おお、いた。おお、今覗かないで当たったね。これだったらいいのか。高速タップとかでもいいのかな、もしかして。高速タップである程度面で捉える的な。おお、当たるんだこれ。結構ありっすね、この打ち方。あ、やべやべやべ、フロートで打っちゃった。全然当たんねえんで、これやると。あ、敵見える。もう倒してくれたか。おー、すげえ。ヒアルで突っ込んでんね。いた。よーし。おー、びっくりした。しまっ、あれ 打ってこなかったぞ。さあ、突っ込め突っ込め。よし、倒した。あ、左にもいるな。ダメだ。動きながら打つと弱い。高速タップだったら覗かなくても割と当たる。よし。頭もね、結構狙えるんで、ありかな。で、出てくるぞ。奥。
あかんねー、いるよ、奥にもいる。よし倒した、マーク3人倒してる。いたいたいた、よし、いた。あー78対94、これはまあ勝てるでしょ。お、反応が遅れた。さあ任せるか。ん、ちょっと待ってよ、手前、あ、いる、いるでしょ、逃さん。うわー、余計なことしたから。 M46、MK46、 あ、いる、赤点がいるんで、今味方倒してくれたかな。倒せていない。はい、ヘッド出して、奥もやって、はい、一発。あー、頭抜けねえか。いやー、これどうなんだろうな、アイアンサイトがちょっとやばいな。覗かないで単発撃ちしてった方が当てやすいかも。おお、いいね、今の感じ。さあ出てくるところ撃って、おおっと、やばい、フロートだね、全然散らばってる。あ、いるね、いるんだ、頭1個狙っていく、ヘッドショット。で、右クリア、リロードを挟んで、あー違う、とっかで行こう。いた、こっちか、そっちか、よし。で、端、おお、マジか、 MK46。 なんかライトマシンガンですらめっちゃ強いなとね。オーヘッド出して、もう一人、奥に一人、あ、よし、やった、やった。あ、マジ後ろ取られてる、マジか、後ろ取られてるか。いた、あぶねえ、あぶねえ、つか倒すね。ライフ10、いた、ダメか。いや、このぐらいはやっぱね、反応してなんか一発でも当てたいよね。まだいる、あ、奥にいる。おっと、時間が出てきた。また出てきた。また出てきた。あ、ダメだ。ちょっと焦りすぎたな。中心が跳ね上がってるわ。いた、もう一人。オッケー。あー、暴れてるな。ちょっとダメだな、これ。一回戻そう。いる。そこいるー。さっきからこの MK46 に負けてたけど。すげえでしょ。横入って、いた、いた、後ろ、後ろ取って、もう一人、リロードしてから、さあ残り5匹、5匹を購入か。あー、やだし、パワー入ってきて、で勝ちと104、あ、結構いい勝負だね。142対150、何キルぐらいしたんだ。 GG。 あー、まあ AK47 ね、どうなんだろうね、ちょっとやっぱまだ使いにくいかな。全然慣れないっすね、運用が。まあ、もうちょっと使ってみようかなと思うけど、ちょっとね、また MP7、お、45キルもしてたの。まあ、またね、MP7 使いたくなったんでね、MP7 次は使います。